5月の末だと思うんです。まあ直売所開店しては見たんですけども、それぞれみんな出荷制限とか接種制限っていうのが解除になったからな。で、始まっては見たんだけども、11日以前のような売り上げの半分以下なんですよね。まあ最初だから始まったばっかだからしょうがねえわなんつうんだけども、しかしそれにしても8月になっても9月になっても一向に回復してねえんだよね。そして年明けでももちろん現在もそうなんだけど、そしてたまたまそういうことをほら今まで、まあ、子供たちが文教学園制度いろいろ、まあ、体験交流ってことでやってたらば、じゃあうちの方に野菜を送って私らが富士見の市で、まあ、販売してくれっかっていうふうな話で、うちの方に何回も、まあ、学生たちが来て、うちの方の直売所の、まあ、役員も混ぜて何回も相談して始まったんですよね。しかしよくよく考えてみてね、まあ学生たちは一生懸命やってくれる姿、俺も実際行って、いやもう本当に涙が出るくらい、まあこういうふうにして協力して本当に困ってる人を助けてくれるっていうふうな、ね、そういう思いがひしひしとこう伝わってきたからね。片っぽは学生の身分であって本業があるわけで、俺らやってくれっからっていつでもこういうふうに甘い出でいいのかっていうことで、学生の精鋭っていうのは分かっけど、これに私らは社会人なんだからいつまでも甘い出るわけにいかねべなっていうことで、お手伝い受けながら次のステップ、なんか学生に負担かかんねで今までの状況を続けていければなっていうふうな、今そういう、まあ、うちの方の会員っていうかな、直売所の会員は今そういう考えになってます。本当に頭の下がる思いで、じゃあっていうことで本当に今までの、やってきた行動に関してはね、俺ら本当にもう人のなんていうの気持ちのありがたさっていうのがね、しみじみやっぱり会員もみんなそういう思いでいます。